皆さんこんにちは。元グラビアアイドルで現在はタレントとして活動をしている吉木りささん。演歌歌手としてもデビューしていたのを皆さんはご存知でしたか？今回はそんな吉木りささんの学生時代や人物像などをご紹介します。吉木りささんのプロフィール。本名吉木りさ。生年月日1987年7月27日。身長162センチ。血液型 AB 型。出身地千葉県浦安市。所属事務所フィット。小学校時代。千葉県浦安市出身の吉木さんは、二女一男兄弟の末っ子で、お父さんは岐阜県出身であることを明かしています。そんな吉木さんの出身小学校は、地元浦安市内の公立校である美浜北小学校です。子供の頃からピアノや民謡に親しんでおり、小学校時代には歌手に憧れを持っており、お母さんが演歌や民謡が好きだったこともあって、小学4年生から民謡も習っていたそうです。当時から美空ひばりさんなどの楽曲をよく聴いていたそうです。中学時代、美浜北小学校を卒業した吉木さんは、同じく地元の公立校である美浜中学校に進学します。中学時代は吹奏楽部に所属して、アルトサックスやクラリネットを担当していました。そんな吉木さんですが、中学校に入学した頃の夢は、実は漫画家でした。しかし、次第にアイドルに憧れるようになっていき、中学校2年生の時には、モーニング娘。ラブオーディション21に応募するも落選しています。ちなみに、このオーディションで合格したのは、高橋愛さん、新垣梨沙さん、小川誠さん、今野あさみさんで、タレントとして活動している木下ゆきなさんも最終審査で落選しています。意外にも中学時代の吉木さんは非常に人見知りで、クラスで浮いていたそうで、不登校になったり保健室登校をした経験があることを公式ブログで明らかにしています。高校時代、その後吉木さんは県立の共学校である船橋朝日高校に進みます。この高校は1976年開校の県立高校ですが、同校は2011年に船橋西高校と統合され、現在では船橋啓明高校になっています。中学時代にはアイドルに憧れ、モーニング娘。のオーディションを受けた吉木さんですが、なんと高校1年生の春に原宿で芸能事務所フィットワンのスタッフにスカウトされたことをきっかけに芸能界に入ります。ただアイドルではなく演歌歌手としてデビューすることが決まり、そこからの約2年間はひたすらレッスンを受ける日々でした。小学校4年生から民謡を習っていた吉木さんは、中学時代には地域の大会で優勝したこともあるほどで、歌い方を根本的に変えることに苦労したと語っています。高校2年生の時には民謡の全国大会で優秀賞を受賞するなどしており、民謡の実力はかなりのものであることがわかります。同時にこの時期にはグラビアでの活動も開始しています。当時はグラビア活動に対して両親の反対にあっていましたが、吉木さんが20歳になった頃には理解してもらえるようになったそうです。後にバラエティ番組に出演した際には、吉木さんは自身の高校時代について、人見知りだったので暗かった、マイペースで不思議ちゃん、と話しています。大学時代、吉木さんは船橋朝日高校を卒業後は、亜細亜大学に一般受験ではなく、民謡の一芸入試で合格し、進学をしています。在籍したのは経営学部で、経営学を専攻していました。大学時代には本格的にグラビアアイドルとして活動を開始し、
大学2年生の時には演歌歌手として坂本冬美さんの夜桜お七のカバーで歌手デビューしています。ただし歌手としてはヒット曲に恵まれずにシングル5枚とアルバム1枚のリリースにとどまっています。YOSHIKIさんも演歌デビューしたのが大学2年生の時で、その時からずっと歌手活動は地道に続けていたんですけれど、実際にたくさんの方に、あ、歌も歌ってたんだって知っていただけたのは、情熱大陸がすごくきっかけの一つで、と話しています。また、大学3年生の時に出演したフジテレビのバラエティ番組、キャンパスナイト富士への出演がきっかけに、タレントとして注目されています。これ以降、多くの雑誌の表紙やグラビアページを飾り、写真集やイメージ DVD を発売する一方で、ドラマや映画、バラエティ番組など多方面で活躍が目立つようになります。大学卒業後、2010年3月に亜細亜大学を卒業し、同じ時期にキャンパスナイト富士も終了。2011年1月には週刊誌スパでのリリー・フランキーによる連載グラビアン魂で2010年ベストグラビアンに選ばれます。2014年3月5日には YOSHIKI リサ名義で自身初のオリジナルアルバムのペントミノをリリース。6月28日には出身地である千葉県で、同年10月19日に開催された千葉アクアラインマラソン2014の PR 大使に就任するなど、いろいろなジャンルに活躍の幅が広がっていきます。大学卒業後はバラエティ系の番組出演が多いものの、旅番組や鉄道番組への出演が多いことでも知られており、旅人やレポーターでの活躍も目立ちます。そんな YOSHIKIさんは2017年11月に俳優の和田正人さんと結婚をされ、2019年10月27日に第一子となる女の子を出産したことが報告されます。2021年3月には翌4月からスタートしたテレビ東京系アニメ妖怪ウォッチのエンディング妖怪体操ジバニャンコマさん YOSHIKI リサ名義妖怪体操第一のカバーで7年ぶりに歌手業に復帰しています。YOSHIKIさんの人物像エピソード。 YOSHIKIさんの趣味はアニメと BL 漫画読書で、特技は民謡と三味線演奏だそうで、利き手は左利きですが文字は右手で書くそうです。美空ひばりさんを神だと話し、演歌歌手の中では島津亜矢さんなどが好きな一方で、安室奈美恵さんや椎名林檎さん、湘南の風やサザンオールスターズなどのポップスも聴いているそうで、桃色クローバー Z のファンでもあります。レギュラー番組で共演していたタレントの福田萌さんとは仲が良く、お互いのブログに登場することもあります。2010年放送のテレビ朝日のバラエティ番組ドスペツ顔面研究バラエティお顔学会において、顔の黄金比率に基づいた人相学で日本タレント名鑑中の写真で最も美人な顔に選ばれています。アイドル評論家の北川雅宏さんは YOSHIKIさんの魅力を、いかにもお嬢様前とした正統派美女のルックスなのにあんなに色っぽい格好をしているというギャップだと評価しています。いかがでしたか？グラビアアイドルやタレントとして大活躍をしていた YOSHIKI リサさん、現在でも多くのメディアに登場していますので、今後の活躍も期待したいですね。